皆さんこんにちは、中古船相馬っちです。今日ご紹介する船は全長11メーター20、55フィート11トンの遊漁船をご紹介します。バルパスがセットされてますので、これでね、燃費もいいしスピードもアップするし、叩かなく乗り前がすごくいいらしいです。春回りはブルーで塗装されております。まあ、傷だとか塗装の剥がれだとかありますけれども、大きな損傷はありません。定員は15名です。ですが、だいたいね、10人でマックス、平場でしたら12名だそうです。この船の特徴はフロントデッキがすごく長いことです。ここから、ここのずっと奥まで、ここまでが6メーター20ありました。そしてここからここまでが約2メーター、すごく広いですから、ここでね、思いっきりジギングもできますから、でこれでね、安全に、これが開け閉めできるようになっております。でデッキの上も頑丈ですしね。でここはロープロッカー、これが氷間となっております。サイド用のね、床マットも引いてありますから、素足で歩いても少ないですし、柔らかい素材ですから痛くもないです。そしてね、ここの2つは物入れです。それでここがメインで使ってる生けすとなります。結構深いんですよ、これ奥行きもあるし、パッチも頑丈です。サイドデッキを見ていきましょう。このアンカーローラーも問題なく使えますから、ここにね、電動リールの 12V の電源がついてます。右舷側に5つ、左舷側にも5つあるということです。そしてね、ここの幅がね、だいたい65センチぐらいです。あ、高さも65センチぐらいですね。その上に25センチのステンレスのレールをつけているので、安心してここでも釣りができます。これがずっとね、海水が出てくるんですよ。ラークの下には海水の出る蛇口と電動リールがそれぞれ5つずつついております。でこうやって止めれるんですね。いや、それは止められない。あ、これ止められない。あ、慣れっぱなしなんですね。これで引き返したら持ってきてるんで、止めたらいかんと。あ、逆に止めちゃダメなんですね。ちょっと出しっぱなしの方がいいかな。ブリッジ周りもね、長年のね、塗装の剥がれだとか小傷だとかありますけれども、そんな大した問題じゃありません。ずっと周り見ていきましょうか。ここにはね、ちょっとした物が置けるようなスペースになっております。でここの扉はね、もう出入りできないようにね、もう閉じてありますから。ちょっとね、こう引っかかったりとかしますけどね、この辺下を持ってこう、まあきちっとロックもできます。ここからエンジンルームにアクセスできます。出入りができなく閉じてあります。こういうコーキングの跡がね、ちょっと手作業であんま仕上がりが綺麗じゃないんですけどね、まあ、この辺は雨漏りがなければ大丈夫。
そしてここがアフトデッキ。ここ幅、だいたいね、ここからここまでが1メーター60センチぐらいありましたね。ブリッジが長い分、後ろは2人ぐらいの釣りのスペースとなっております。そしてここがね、清水です。ここがあの清水タンクの水、200リッターぐらい入るそうです。ブリッジの上に登ってみました。これね、スパンカーもね、バッチリ効くそうです。まあ上はね、あんまり使うことがないんでしょうけど、まあ、塗装の剥がれだとかはあります。この辺はね、仕方ないのかなと思っております。ここにエアコンの発電機が1個、2個あります。こっちがね、ちょっと劣化してますから、エアコンが今ね、1台は効きにくいそうです。でこれね、あのもう新しいのに付け替えるっておっしゃってました。上はこんな感じです。ここからは客室になっております。ちょっとね、取っ手がね、ぐらつきありますけどね。よいしょ、失礼します。土足禁止、そして禁煙となっております。見てください、これ2段になってまして、あ、中はすごく涼しい。エアコンがセットされてます。階段を降りますと下に3名のスペースがあります。ライフジャケットだとか物が寝れるようなスペースとなっております。そしてその上にはまた3名ぐらい寝れるようなスペースになってます。あぐらかいて座らせてもらったんですけどね、全然圧迫感がなくて広い空間です。これ4人ぐらい寝れますよね、ここで。あ、ここにはね、インバーターと扇風機がセットされてますね。そしてまたね、ここ1段登ると奥がね、コックピットになってるんですけど、ここにもね、2人ほど横に寝れるスペースとなっております。じゃあちょっと上に行ってみましょうか。よいしょ。あ、ここにもエアコンがセットされてるんですね。今ちょっと横になったらこんな感じです。余裕で寝れますね。ここがコックピットです。出入りはね、ここからのみとなります。ここの扉はですね、出入りがしにくいので塞いであります。座ったらこんな感じですね。回転窓も OK です。窓の開閉も OK、 こっちの窓の開閉も OK。ね、レーダーなんですけどね、古いので法律によって使えなくなるとの話です。発電機の分電盤、就業灯も問題なく点灯します。発電機は 4,5 キロの発電機が積んであるということでした。このように配電盤類が揃っております。電圧調整器です。 12V と 24V のスイッチです。無線機やラジオ、これがリモコン、オートパイロットですね。これはね、大事な方からもらったものですので、あの取り外させていただきます。そしてこれがフルドの GPS、 そしてこれが魚探です。現在のアワーメーター9309時間です。まだまだバリバリのエンジンですから。そしてこの奥にも小部屋があって、ここにもね、2人ほど寝れるスペースとなっております。あ、ここの窓もね、閉じてあります。出入りはできなくなってあります。ね、エンジンを覗いてみましょう。広いエンジンルームですね。
1年半ぐらい前にね、潜水ポンプを交換されております。オイルは200時間ごとにこまめに交換されているということです。スピードはね、約巡航で18ノットぐらいで走るそうです。その時の燃費が一番いいらしくて、大体1時間で50リッターぐらい使用するそうです。燃料タンクは約1600リッター入るそうです。